ごちそうさまでした。また来ます。くったくった今日は付き合ってくれてありがとね誘ったのは俺なんだし、ごちそうするのは当たり前じゃん。ここのご飯美味しかったでしょ。俺がまだ店に入ったばっかの頃にオーナーが連れてきてくれたお店なんだ。そう、特別な店だからお姉さんと来られてマジで嬉しいよ。他の女の子は連れてきてません。お姉さんが初めてです。今日は店には行かないよ。もしかして同伴と思ってたけ？こんな特別な日に店なんて行くわけないでしょ。ここどこだか分かってるよね。そう、超高級ホテル。お姉さんのためにスイートルームを取っておいたんだ。さっきの食事は前菜だよ。そんで今日はホワイトデー。どうする？もしお姉さんが嫌なら下に降りてうちまで送るよ。俺はそれでも構わない。本当に？よかった。いや、ちょっと強引すぎるかなってヒヤヒヤしてたんだよね。それじゃあこのまま上に行こっか。いい部屋でしょう。さすがスイートルームだね。あ、そうだ、ホワイトデーのお返しは食事だけじゃないんだ。はい、これホワイトデーのお返し。それさ、着る系のプレゼントなんだ。だから着てみせてくれると嬉しいな。あ、脱衣所はあっちにあるよ。あ、今見たい。やった。じゃあ、待ってるね。お、おかえり。あ、すっごく似合ってるよ、ホワイトバニー。ねえ、もっと近くで見せてよ。つーかまえた。俺だけのホワイトバニーちゃん。息がくすぐったい？これもくすぐったい？意地悪してごめん。の、やだ、まだくっついてたい。ねえお姉さん、こっち見てよ。ああ、かわいい。俺さ、お姉さんの恥ずかしがる顔が見たかったんだ。ごめんね、怒ってる？よかった。じゃあさ、そのまま目閉じてくれる？何をするかくらい分かってるでしょ。バレンタイン以来のキスだね。あんまりがっつくと
嫌われちゃうかなって思ってずっと我慢してたんだ。でももう我慢しなくてよさそうだね。キスマークつけちゃった。これでお姉さんは俺のもの。今から何をするかわかる？わからないか。じゃあ教えてあげるね。食後のデザートを食べる。